とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新されましたので、タワー攻略やっていきましょう。もちろん、初見です。では、行ってみますね。それでは、スタートしましょう。今回25回か、いつもよりも若干短めとなっておりますね。で、お、いきなり矢がある場所です。いきなりお得か。おい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 、びっくりした。いきなりそんな感じ。いきなりなんか嫌な敵が多いね。マジでか、敵が多すぎるよ、しょっぱなからさ。ほっほー、やっぱね、最初の買って買った本当に一回結構えぐいな。でもまあここにね、パンがあるから食べながらやればまあなんとかなるか。おいおい、にしてもさ、オッケーオッケーオッケー。ここは矢で行ったら、うん、安全だわ。マジで？こんなにきついっすか？しょっぱなから。終わり。一回から結構注意して戦っていかないと無理っすね。エンチャントも、特にいいのはないかな。はい。では行きます。武器を最初から変えていこうか。なんかきつくなる予感がする。ここか。なるほど。2階はどうだ。あ、硬いね。よし、 OK。 硬てーな。ハスクがやたら硬い。ちょい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 。これ剣で来たら結構めんどくさかったかもね。結構硬かったと思う。よし、 OK。 終わりか。あ、いたいたいた。矢がね、まあまあそこそこあるので最初から結構使っていて良さそうですね。あ、勇者。いや、いらない、まだいらないな。うん、最初はちょっとエンチャするのを。強打か。まあまあ入れないよりはマシだから。いや、いい、なんか後で防具とかね、そういうのにクールダウンつくやつが出てきたら率先して入れたいから。うわ、懐かしいな。昔ここはさ、種を使ってクリアしてたでしょ。懐かしい場所。え？ちょっと待って、シュルカーいるぞ。ちょっと待って。危ねえ、もうシュルカーやめろよ。マジか！ちょっとシュルカーはやめろ。マジで動きが制限されすぎる。ちょ、待て待てって待てって、ほんと2体いるんかい。ちょっと待て、ここきついかも。ああ、もうマジでか。よし、オッケー。ああ、よし、あと一発か。 OK。 で、ちょっと待って、これ食らったら死にそう。あれ、消させて。おーい、よし、
今回序盤から結構きつい。いやいいよ、そのまま行きます。ここか、なるほど。ちょっと今回矢をさ、うまいこと使っていこう。じゃないと絶対きつい。待て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 、あぶねお前、ちょっとやめろよ。よし、あ、もうそんないないな。終わりか。うん、序盤がきつい。本当に序盤はかなり注意していった方がいい。で、いつものごとく乱射が出てくるか。そうね、乱射入れときましょうか。うん、入れよう。で、5回、どんな感じだ。ここ出てくる。いや、最近はこっちしか出てこないからな。なるほど、なるほどね。特に問題ないか、この回は。よしよし、硬いやつがね、ところどころにいる。それがすごく嫌。お、あとちょっとか、終わり。うん、5回は問題ない。まあクリーパーいるけど、そこまで注意することもないですね。おお、影の断片、意外と珍しいかもしんない。影の断片意外と珍しいよね。どうしようかな。多分ね、矢がね結構重要になるんだよね、毎回毎回。貫通入れる？貫通3で毎回貫通させるようにして、うん、非属性でいいや。これでいこう。もう乱射にはほんとね、お世話になるからさ、入れておこう。ナイス、危ない。よし、いいんじゃない。クリーパー多いな、ほんとさ。いや、これあんまり使いすぎると後々使えなくなるからな。ちょっと待って、凍結も鬱陶しいな、相変わらず。凍結は鬱陶しいよ。はい、6回クリア。クリーパーが多い、今回クリーパー全体的に多いぞ。ハンマーに変えるか、パワーシェイカー入れる。パワーシェイカー入れるかね。パワーシェイでいきます。これがあればまあボスが若干楽にはなりそうなんで、これでいこう。 OKOK、 いいよ。あれはちょっと待って、よし、どこに出てくる。よし、ナイス。よし、特に問題ないかな今回。おおい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 、もうクリーパー2発で倒せなかったら結構厳しいね。クリーパーが倒せない武器だったら結構厳しかった。プレートアーマー、あ、雪玉がついてるからこっちにするか。ね、そろそろ HP もちょっと上げたいところなんで、うん。プレートアーマーの、雪玉付きでいきます。変更も入れる？いや、入れなくていいか。行きましょう。で、次が商人か。やっべ！あっぶねー。おい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 、動けない動けない。ちょっと待って、あ、もうこいつらやばいやばい、危ねえ。
ここは嫌だね。ジオマンサーがマジで嫌。よし、OK。いや、やっぱね、このプレートアワーの 30% 攻撃、無効がね、強い。いい感じ。お前邪魔。よし。終わりか？いや、まだいるな。あ、終わりだ。8回クリアです。で、次が商人。いや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 、こっちの方でいいかな。だ、いやいや、バーストクロスボウにしようかな。バーストにしときましょう。バーストで、先に入れるか。バースト長男で、いっときましょう。で、雪玉を、一応2にしといて、3でもいいけどね。最初はパワー。ここはもう武器を上げるっきゃない。もう他はね、80台でそこそこ使えるんで、ここはもうパワーでいくっきゃねえな。攻撃力もぼちぼちあるし。じゃあもう雪玉入れろ。何が出る？何が来る？1体だったら嬉しい。2体だったらどうしよう。 OK。 大我慢か。硬くない？大我慢硬ってえぞ。ちょっと待って、大釜が意外と硬い。あ、硬いけど、まあまあいけるわ。OKOK、いける。ここさ、さっきのパワー職人で武器上げてなかったら絶対きつかった。まあまあパワーシェイカー連発すればまあいけるか。なかなか辛い場所だな。ポーションバリアついてるけども、いいだ、いらない。行こう。ああ、ここか。2シーズン前ぐらいにここなんか出たな、そういや。おいおい。ちょい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 。パワーシェイカーでちょっと一気に行こうか。敵多くないか、ここ。がなんかやたら多い気がする。よっしゃ、 OK。 敵多いなあ。でもまあまあそんなめんどくさいやつはいないし、全然いけないことはないわ。あと1体、そこら辺にいたっしょ。あ、いた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 。終わり。いや、まだいる。どこだ。ああ、普通のゾンビがいたか。ネクロがいる、もしや。あ、いや、いないな。敵多すぎる。今回25回だからちょっと短めかなと思ったらそうでもないな。敵が多い。なんかいいエンチャ入ってるよね。あれ、いや、重力だけかな。重力と8ぐらいか。いや、やめとこう。いきます。レイピアパワーシェイカーでもいいかなと思ったけども、虚無が入ってれば採用だったかな。重力だけだったら、あ、でもまあそんなもんか。まあ、そのままいきます。おい、嫌な場所。でもパワーシェイカーで一気に行けた。ちょっと待って、後ろに出てるな。こっちにいるタイプだよ、これ。意外と強打が役立つ。強打が意外といい感じになるのかもしんないけども、もういいや。いきます。
これで半分。あー、モリアずつ入れましょうか。あー、なるほど。エンチャンターここにある。珍しいね。召喚系が。あー、ビックスがあった。途中で。まあいいや。いきます。どうせここにちょっと出るんでしょ？待っとく？パワーシェイカーも森の矢筒もあるんで、ある程度出してから行っても良さそう。おい！嫌な場所やね。おいって。おいって。こっちはお前だけか。こっち通ります。あ、でもいない。何もいない。あ、こんなもん。やっぱ序盤がね、めちゃくちゃ難しくって、後半になると、そうでもないっていう、うん、最近のタワーの感じだわ。あ、で、ここでゴーレムか。なるほど。ゴーレムが後に来るタイプ。一応入れるか。縦にはなってくれるしね。アップドラフトか。使い勝手がね、難しいところ。うん、ゴーレム入れます。縦になってくれるし。で、後々、エンチャンターの書が出れば、そっちを取っていくっていう選択もできるからね。あっ、わっ、マジか。ここは先に出しとくべきだった。縦になってくれるからね。一応クリーパー対策にはなるんで、いいんだよな。ナイス。ナイスだよ。いいね。OK。最初のクリーパー2、3体がきつかった。でもまあ、ゴーレム出しとけば、縦になってくれるんで、それで対応できそうです。ここはいらないかな。グレイブ。いや、いいな。いいエンチャだよ。重力、虚無。で、横を、そうね、今日、やけどかな。いい、そのまま行きます。初めての場所、あ、違う。会ったことある。ちょっと待ってよ。いや、どうせ真ん中に行かなきゃいけないか。どうせ真ん中に行かないと。あっぶねえ。あっぶねえよ。いやー、やばい。しゃあ。OK。ここはさ、もうそのままここで倒した方がいいや。うん。扉ガードしていった方が間違いない。もう来ない？行くぞ。あれを一気に相手にするとちょっとめんどくさいな。行くよ。よっしゃ。いや、これね、乱射にしてた方が正解だったか？まあまあまあ、どっちでもそう変わりはないか。行きます。15回クリア。なしでいいか。なしでいいかな。と、ここで商人です。ユニークかな？黄金かな？ユニーク。あー、となると、こっちでしょう。フルメタル。エンチャが溜まってるんで、ちょっと入れていきたい。まあ、普通に考えりゃ変更かな。で、ここも強打を一応入れとこうか。若干なりとも、効果はあるんで、入れていきましょう。1体かな ?2 体かな。さっきが大釜。今回は、何になる？嘘。うん、なるほどね。よし。OK。とりあえず1体倒せば、後が楽。
エボーカーぐらい全然大丈夫だよ。 OK 終わり。エボーカー2体なんてことない。ああーなるほど、もちろんドラ。悩むところ。いやでももうパワーシェイカー80だからいいか。いけ、ゴーレムはね一応ねクリーパー用の盾として保険で持っときましょう。うん、パワーシェイカーもいいけども、もうダメージも下がってるしね。これでいきます。多いなぁ。よっしゃ、あ、やられた。いいね、やっぱ強打が結構効いてる。いいぞ。でこっちももう突っ込みましょうか。いけい。回復系のスキルも欲しいところだけどね、まあ、ないから仕方ない。で武器が最後までこれってわけはないだろうしね。おい、結構効いたぞ。あっぶねえ。きついな。よっしゃ、ゴーレムもなんかいつの間にかやられとるしね。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあいい感じで足止めはしてくれた、よかった。おい、ディープリーフまだいるんかい。まだ、おいおい、おっしゃ、意外とディープリーフがめんどくさい。で18回、もう頂上が見えてきた。やっぱ30回と25回だったら全然違うね。うん、まあまあ今回なんかその分内容が全然きついけどね。ここは変えるかね。ボーンクラブ変えちゃいましょう。で火力特化に行こう。とりあえず虚無と追い打ち入れていきます。リフレッシュいらんね。うん、これでいく。重力はつけずにいきましょう。多分上だけしか出ないよね、上だけのタイプ。 OK、 いいよ。いいね。いや、ゴーレムが本当にいい働きをしてくれてる。いやー、ミスった。よし、うっとうしいなあいつ。バーストクロスボウの火力がもう足りない。これじゃダメージ与えられないな。弓をちょっと変えましょうか。あのね、黄金商人ではこれ防具変えたいのよね。うん、もう防具このまんま行きたいところなんで。おっと、クールダウン、帯電、シナジー。あーでもなー、シナジーはクールダウン編成の弓がないと使いにくいからな。怒りか、いや、やめとけやめとけ、怒りはむずいって。リフレッシュ入れとけ。うん、タワーでリフレッシュってあんまりイメージにないんだけど。よし、 OK OK、 いいよ。ゴーレムも出とけ。いいねいいねいいね。ちょっと待て、敵が多すぎる、とんでもねえな、とんでもねえ多い、なんじゃここは。
すっげえな。あ、でも、あ、いった。リフレッシュがいい感じだったかもしれない。うん。一応1秒間ね、クールダウンしてくれるんで、ちょっとはマシになった。いやいや、1回しかね、回復は使わなかったけどね。あー、パワーシェイカー。4500か。パワーシェイカー入れようか。うん。で、ここ、はいはい。パワーシェイカーでいきます。はいはいはい。あ、いや。ボンクラブの火力がそこそこあるんで、大丈夫っぽいな。うん。あ、パワーシェイカー意外と必要ない。あ、まあ、ボスでは、いい感じになってくれっかな。えい。まだいるんかい。おっしゃ。はい。終わり。問題なし。ある程度装備がね、揃ってくれば、特に問題がありません。軽減なしはね、もう今のところ使いたくないか。あー、バースト、アーティファクトか。いや、もうこのまま行きます。一度森の矢筒だけ使っていく感じで行きましょう。で、22階がここ。となると23階で普通のとこして、24階が商人。あ、なるほど。ステージ自体はあと2つ。かな？まあまあまあ、死なないように。極力ね、気を引き締めていっちゃいましょうよ。待て。はい。おーっと。よし。特に雲とクリーパーもしくは毒とかのね、コンボには気をつけていこう。パワーシェイカー。よし。あー、矢が落ちた。まあいいか。300本あれば、事足りますんで、大丈夫です。ちょいって。よっしゃ。あー。はい。よし。おいおいおい、敵多いよ、ほんとに。いいね。ナイスプッシュバック。終わりか。おい。で、次が最後。だね。通常ステージは次が最後っぽいです。なんもいらんかな。はい。もう弓は通常のダメージにはもう期待しません。通常ダメージには期待せずに、OK。OK。この矢での森の矢筒のね、威力だけに、ちょっと特化していきます。まあ、次でなんか、ちょっとでもいいのが出てくれればいいけどもね。でも森の矢筒をね、生かそうと思うと、危ねえ。どうしてもこの、連打系の弓になっちゃうんだよね。危ねえ。OK。改めてね、長弾っていいなと思う、最近。よし。長弾スキルは素晴らしい。お？なんか珍しいの。あー、でも森の矢筒でしょ、ここは。ね。うん、2000が4700になるんだから、ここはもう森だよ。間違いなくさ。はい。ん？で、108。あー、防具だな。あ、いや、意外と耐えれるもんね。耐えれるから、バーストクロスボウに入れて、
ってもいいか。矢はいっぱいあるしね。あ、待って、エンチャ入れてからしたがいいね。速射を3まで入れたバーストクロス、うんうん。で、あー、ヒューズ1か。1は5回に1回ぐらいだったっけ。ちょっと微妙な感じですね。追い打ちを入れときます。ではボスなんだ、何が来る。1体だよね、もちろん。ジャングルの魔物。うわ、2体1回。よし、 OK。 え、違う。あ、めんどくせえこいつ。もうこいつめんどくさ。待て待て待て、オッケー。どこだ本体は。うん、ちょっと待って、そこだ。おっしゃー、いけた。めんどくせえ。はい、それではクリアです。報酬を見てみます。ボスめんどくさい。なんだしょっぽしょっぽで、絶対ほらさ、黄金に旋風とかつくでしょ俺。あ、重力ついた。うん、でも下が良くないな。良くない。はい、ということで、タワー15クリアできましたね。一回も死なずに行くことができました。序盤が難しい。序盤が後になってくると装備が揃ってきて、うん、結構いけるんだけども、うん、序盤はちょっと注意が必要なところが多いですね。あとボスがめんどくさいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。